おはようございます、ハルです。ラベッチだよ。ちょっとなんかホコ天やってて外が賑やかだけど、うん、あ、今やんだ、いや、やんでない、ピローって言ってる、お囃子、うん、ちょっと賑やかなんですけど、ご勘弁ください。はい、今日は YouTube の動画1本あたりでどれくらい稼ぐのかっていう、まあ僕の場合ね、どれくらいなのかっていうのをね、お話ししてみようかなと思います。実際 YouTube やってる人どれくらい稼げてるので、特にギターやってる人たちっていうのをね、気になる方も多いかと思うので、その辺をお話ししてみようかと思います。で、月額の収益というよりは、今回は、1本あたり、動画1本出してどれくらい稼げてるのかっていうのを、僕の歴代の、動画の中のベスト3をね、発表してみようかと思います。で、だから僕の稼ぎ頭の動画よ。ああ、そう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 、まあね、紹介してみれてます。トップ3、じゃあ行きますか。うん、じゃあトップ3行きましょう。じゃあ第3位は、3位はタブフワリー、誰もが一度は弾きたくなる名曲、レイラ・エリック・クラプトン。はい、嫁っちのことだから、ロロロロってやってくれるかと思った。ロロロロロロ、あ、だってあれがあるもん、効果音っていう意味のハイテクなものがあるからいい。そうなの、やらないの。うん、こんなサムネですね。はい、ポン、やるよ。それはね、クセすぎて効果もあってもやる人だから。ポンって。はい、ってことで、一度が弾きたくなる、誰もが一度は弾きたくなる名曲、うん、かな、うん、はい、これです。これが第3位、うんうん、僕も結構ね、 YouTube の動画で1000本ぐらい出してるんだよね、うん、だから毎日出した時期もあるしね。そうだ、頑張っとったね、うんうん、だから1000本以上あって、まあなんていうのかな、これあんま良くないなとか思うのはもう削除、非公開にしちゃったりとかしてるから、うん、本数的には分かんないんだけど、その中の3位、再生回数からいこうか。これね、再生回数66,000、めちゃくちゃ多いわけでもない、うん、うん、まあ多い方だけど、うん、ね、おーおーって感じではないよね、うん、うん、66,000しか回ってないのに3位に食い込んでしまう、で、チャンネル登録者数、この動画を見てくださった方がそのままポンって登録してくださった数は355人。おお、うん、結構なんかね、多いね。この辺で出会ってくれた方が多いのかも。そうだね。推定収益いきますか。はい、まあ、これ推定収益に値段で公開ができないんですよ、僕らって。あ、規約が決まってるので。そうなので、金額で言えないからどうだろうね。僕が居酒屋さんに飲みに行くと12回ぐらい飲みに行く感じかな。結構稼いでんじゃん。なんとなくわかる。わかる、うんうん。この一本の動画で12回ぐらい飲みに行く。ちなみに結構飲む人なんで。そうだ、1回に支払いくらね、3000円ですまんね。いや、もっとでしょ。5000円ぐらいかな。もっとでしょ。あんまり細かいこと言っちゃいけないんだよ。5,6000かな。わかんないけど、まあそれぐらいの金額のがこの動画ですね、うんうん。どうですか、多いですか、少ないですか。どうかな、皆さんどう感じるかな。じゃあ、どんどん行きましょうか。はい、第2位は。ルルルルっている。もういいよ。ここが今入ってたら入ってた。はい。指一本で弾き語り、ギターを始めたらまずこの練習を、指一本でパプリカを弾いてみよう。はい、動画はこちら。ポン。動画のリンク上と下の詳細欄につけておくので、見たことない人いらっしゃればぜひ見てみてください。はい。で、これね、なんだろうね、ギター初心者の方向けに、とりあえずなんかさ、ドレミでもいいし、その曲弾くのでもいいんだけど、それでもなんか弾けないとかさ、難しいって方いるじゃないですか。楽しくないって方。うん、なんで指一本でルートを押さえて弾くだけでも歌乗せられるし、こういう楽しみ方もあるよっていう提案した動画だね。うんうん、再生数、81万5千回。はっ、さっき何万だった？ 6 万だった。うん。2位と3位の差、すごくない？81万5千回。すごいね。うん。そんなもんってんだ。これさ、初動そんなに良くなかったよね。なんか俺の動画いつもそう。初動が悪くて、なんかほっといたりその間にか伸びてるってのが多い。私この
ーポについてはすげえ物議を醸したからね。こんなのギター練習じゃねえとかすげえ言われたからこれ。それは弾ける人の意見だよね。うん。そう。その動画が81万5千回回ってて、うん、で、これを見た後にすぐ登録してくれた方すごいよ。うん、8157名。は？まあいいと思ってくれたわけだよね。すごいね。そんだけ物議を醸したけど。ああ、うん、そうだね。そう。あ、はい。はい。でも物議を醸したっていうかさ、物議を醸すコメントが目立っただけでしょ。うん、まあまあそうそうだね。うん。うん。だからこの結果を見ると、いいなと思ってくれて、実践して楽しんでくれた方が多かったのかな、と思います。わざわざ書き込まないんじゃない？そうだね。そう。で、そんな、指一本で、パプリカ弾いてみようってやつは、うん、推定シーズがね、これはね、そうだね、うんと、このレスポールより高い。うん、この今、現状のこのレスポールが買える値段。今、2024年の5月現在のギブソンレスポールスタンダードのこのスラッシュモデルの価格ぐらい。へー、うん、そう、最近出たこのね、スラッシュ詳しい方は分かると思うんだけど、スラッシュモデルとしてジェシカって新しいモデル出てるんですけど、それと同じだ、ちょうど。うん、同じぐらいです、うん、はい。まあそう考えたらどう、なかなか、なかなかね、動画一本ポン出してこれだもんね、なかなかいいよね。じゃあ次行こうか。栄えある第1位いきますか。はい、はい、ギターを始めたらまず知っておきたい4つの知識。はい、こちらこちらはもう前々からね、すごい回ってたね。うん、うん、あ、これも初動悪かったんだけどね。麦さんが可愛い時でしょ。うん、麦さんが可愛い時ね。ああ、そうそう、うちのね、あの麦さん、オカメインコの麦さんが、うん、この机にね、ちょろ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 って歩き回ってて、あれもある意味物議を醸したから。インコが邪魔とかさ、そういう物議を醸した動画だ。そう、なんかいろんな動画があるね、うちのチャンネル。いや、可愛いって言ってくれる方も多かったんだけどね。そう、最近ね、麦さん、おうちさんどうしてるのって声上がるしね。あ、そうそう、昔から見てくださってる方は知ってるから。そう、うん、そうそう、まあそんな動画で、うん、とりあえずギター始めた初心者の方が、知っておくといい知識っていうことで、チューニングの音だったりとか、このフレットの、何フレットが何の音だよとか、そういうなんか基本的な知識の分でね、まあ、音楽理論とまでいかないけど、知ってたら便利だよねっていうところをまとめた動画ですね。うん、これも動画上と詳細欄に残しておくので、見てみてください。で、これはね、視聴回数、再生回数が135万4000回。おー、3桁いってる。そう。3桁万回。そう。135万。まあ、未だに伸びてるんだけどね。あー、すごいね。そう。135万回回ってる。結構古いよね。古くない？超古い。超古い。だって、麦さんがちょろちょろしてる頃だから、麦さんがうちに来てるから何年？麦さん何歳や？ 4 歳、5歳？分かる、忘れちゃった。まあでもそんなもん。だからそうかの4、5年前。5年前ね、5年前でしょ、うん、5年前とかです。で、5年かけて135万4千回回ってるとかね。で、このもチャンネル登録者数が 1.9 万、うん、それ1本で、それ1本で、これ動画、まあ他にね、僕の動画見てくれたかもしれないけど、最終的にこの動画を見てポチって登録ってボタンを押した人が1万9000人いる。で、皆さんが一番気になっていると思われる収益だね。うん、はい。こんだけ130万回回った動画、うん、1本でいくら稼げてるのか、うん。金額が言えないからまた物に例えていこうと思うんだけど、例えばじゃあ、居酒屋さんで飲むビール。うん、最近暖かくなってきたからね、ビール美味しいもんね。うん、そうだね。ビールが、1860杯飲めます。めっちゃペロペロになるやん。死んじゃう。なんで一回飲もうすの。1860杯飲んだことありますないよね。そう、だいたい居酒屋さんの金額を思い浮かべてもらってかける1860杯飲んでもらうと、うん、その金額になりますね。さあ皆さん、いかがですか。動画1本で稼ぐ金額としては多いですか、
少ないですか？いかがでしょう？どう思う？多い？少ない？いや、金額だけを見ると、うん、すごいなって思うけど、うん、でもそこに対しての労力が結構かかってるから、うん、その時間とかもそうだし、うん、なんていうの？動画一本作るのにさ、ネタを考え、喋、うん、ること考え、そう、そういうことを考えていくと、うん、編集やったことわかる人、やったことある人はわかると思うけど、めちゃめちゃ大変なのよ。私はやりたくない。まあね、このままだとギター弾いておきたいけどね。そういうこと考えると、うん、まあそれくらいなのかなとも思うし、一、うん、本って言ったとしてもさ、うん、他の動画が回りつつだもんね。うんうん、僕の場合はもうなんか YouTube で稼ぐというよりは、 YouTube はもうなんか、なんていうのかな、楽しくやりたい方面に行っちゃってるから今。昔はさ、なんか認知をしてもらいたいだったりとか、うん、まあ、よくはちょっとね、稼ぎが出たらいいなとかさ、そういう風にやってたから、まあ、数を取れるようなことをやってたんだよね。内容もちょっと今流行ってるのはこれだから流行りもんに乗っかってみよう、ちょっと自分は実は興味がないジャンルだったとしても乗っかってみようとかやったりとか、楽しくやりたいしさ、なんていうのかな、リアルがあっての YouTube みたいな、逆転したよね。そうだね、うん、リアルの人に YouTube もやってるんだよみたいな。あ、そうそうそう、実はね、うん、みたいな、うん、こんな感じだね。リアルありきかな。そう、最近はそうやって、あ、なんかね、うん、リアルで話してる人に YouTube 見てるよとかって話しかけられたりするからさ、うん、そう逆だね。うん、だからなんか数を取りに行くってことをやってないかも。そう、なんか見てもらいたい人に見てもらえるのかな。まあ、だからやっぱね、楽しく自分たちがやって、うん、見てる人も楽しんでもらえるやつ。そうだね、うん、で共感してもらえる方がいらっしゃればチャンネル登録していただいて、配信とか参加してくれてもいいし、うん、あとサロンとかもやってるからね、うん、サロンの方にも参加していただけたら、実際にこう Zoom とかで顔見ながら会話できるからね、フェイス2フェイスのやり取りができて僕は嬉しいかなと思いつつ、 YouTube を楽しんでます。はい、そんな感じですね。ということで、うん、終わります。はい、ではまた次回の動画で。